ということでございまして、のぶしこぶし吉村でございます。無事、名古屋公演終わりました。いや素晴らしい舞台でございまして、僕の背柄もどんどん日に日に増していきました。大阪公演ではどうなるのかなと。とりあえず名古屋公演では法律内ギリギリの背柄をすることはできたかなと思いますので、次はもう大阪初日はもういきなりセクハラというかセックスを皆さんに見せることになりますね。ストリップになると思いますので、ぜひぜひお越しくださいということでございます。次回は大阪公演ということでございまして、演者ともどももう乗ってますから、この勢いのままでいきたいなと思っております。舞台少年 X 大阪公演は11月6日7日でございます。皆様京橋花月でお会いいたしましょう。ありがとうございます。